皆さんこんにちは、ドッグアースと申します。筆記見聞録8ということで、今回はこちらのペン、ガラス製の付けペンについてお話していこうと思います。筆記見聞録は、1本私が選別した筆記号ですね、こう動画の中でじっくり紹介とか批評とかしていく、そういう企画なんですけど、今回はちょっと奇をてらってですね、こんな感じの、あまり普段お目にかからないようなガラス製のこの付けペンについてお話ししていきます。このペン自体はね、僕とっても気に入ってて、でもあんま使う機会はないんですけど、たまにですね、こう手紙を書くときとか、そういうときに使ってます。それではね、こう動画の中でこちらのペン紹介していきます。筆記見聞録8スタートです。それではこちらのペンの解説をしていきたいと思います。こちらのペンは付けペンと呼ばれる筆記具の一種で、現代では主に漫画家さんに使用されている、そんなイメージです。一方こちらガラスペンと呼ばれるペンなんですけど、こちらも付けペンの一種です。付けペンというのはかなり講義で使われます。ガラスペンはこのようにペン先がガラス製でできているものを指します。軸がガラス製のものもあるんですけど、右側のように木軸のものも存在します。これら3つはすべてガラス製、金属製問わず付けペンと呼ばれます。その中でガラス製のペン先を持つものはガラスペンと呼ばれます。一方今回紹介する付けペンは、ペン先を多種多様な素材とか形状とかから選べるんです。で、自分の好きなものをこう刺して使える、そういうものを付けペンと一般的には呼ばれます。ガラスペンと違ってですね、もうあらゆるものから自分の好きなものが選べるんです。で、摩耗してきたら取り替えるっていうのを繰り返して使えるものですね。で、これら2つのガラスペンと付けペンはですね、共通するのは内蔵するインクタンクを持たない、コンバーターだとかカートリッジだとかマネスのような、インクを内蔵していないもの、インク壺に直接、インクをつけて筆記するという筆記用具です。それでは、付けペンの解説一通りした上で、こちらのペンの細部を見ていきます。こちらは付けペンなんですけど、軸がガラス製です。このように、ガラスの質感とっても美しいです。こうツイスト状で、ねじれてるようなデザインになっています。中にはですね、こう黒い軸というか一本通ってですね、でそれにこうラメが入ってるような、こうブルーのラメが入ってて、でさらにそれをまたブルーのガラスが覆ってるというような形状です。こうやってね、こうちょっとぼかしてみる と、 ちょっとキラキラ玉ぼけがしてね、でも幻想的なそんなペンです。こちらの付けペンはですね、結構前ですね、私自身北海道の小樽っていう町に行く機会がありまして、でそちらで、お土産として購入したものですね。あんまりね、こう付けペンっていうとですね、今探すと木軸のものが多かったり、簡素なものが多いんですよね。やはり、付けペンって、道具、漫画家さんとかの道具として使われるシーンが多いので、こういった華美な装飾が用いられることってなかなかなくて、そんななかなかない中でね、このかっこいい、こう美しいデザインのものを見つけて、もう思わず買いましたね。すぐ買いました。こんなね、豪華絢爛なこう軸なんですけど、意外とね、こう持ちにくいってことがないんですよ。このツイストされたこう軸が結構手にフィットしてですね、でかつ、グリップ部分にも装飾がされていて、しっかりグリップ感があります。このね、このグリップ、装飾されたグリップと、ちょっとね高価な軸っていうのは、イタリアのダライッティっていうブランドが採用している、付けペンにちょっとデザインが似てますけど、さすがにねガラス製ではないので、これは唯一無二といった感じですね。こういった、付けペンだとかガラスペンだとか、個人の工房さんで作ってるところが多いので、もしかしたら日本中探したらどっかにあるかもしれません。それでは
実際にこちらの付けペンでですね、書いてみたいと思います。使用するインクはパイロットの色しずくシリーズから甘い色という色を選びました。このようにインク壺に直接ペン先をつけます。では書いていきます。ペン先はゼブラのチタン G ペンプロを選んでます。 G ペンはですね、このように強弱がうまくつけられる、そんなペン先です。カリグラフィーとかによく使われるペンです。このように、あ、ちょっとインクが切れちゃいましたね。まあ万年 S とかと違って、まあ、インクが途中で切れてしまうんで、まあ、その都度その都度インクを、まあ、ちょっとつけていかなきゃいけないんですけど、まあ、その分ですね、万年 S にはできないこのような濃淡とか強弱の表現ができるっていうのがつけペンの特徴です。このようにまあ強弱がつかないペン先も存在するんですけど、まあ、僕的には このような G ペンの強弱がつけた方が面白いと思ってます。それではちょっと文字も書いていきたいと思います。書き味としては結構カリカリとした引っかかりのある書き心地です。万年 S のまあペン先と違って、まあ、マンネスだとペン先にイリジウムとかの、まあ、ペンポイントが存在するんですけど、それとかもないのでつけペンは、まあ、ちょっと引っかかりのある書き心地です、まあ、しかしまあちょっと印象的な文字を書くことができます。ちょっとね、あんまり僕カリグラフィーとかやらないので、まあ、そういったね面ではちょっとご紹介できないんですけど、まあ、こんな文字が書けますと。引きバランスは結構いいですね。こちらのペンはですね、この綺麗なデザインと、まあそれなりに書きやすいという面で、とてもいいバランスのペンです。まあ、つけペンはですね、まあ、カリグラフィーとか、まあ、漫画描くとか、まあ、プロのね、プロの方には、もうね、まあ用途が広がる、そんなペンなんですけど、まあ、ちょっとね、こう、癖のある文字を書きたいだとか、まあちょっと印象的な文字を書きたいだとか、まあ、そういったね、こうなんだ、書くことのね、こう楽しみをちょっと増やしてくれる、そんなペンです。まあ、美しい軸で、でかつもうとってもね、こうかっこいい、まあうまく使いこなせばかっこいい字が書けるっていうことで、まあ一人のね、こう文房具好き、引き具好きからしたらたまらないペンですね。まあ、つけペンの良さとしてはですね、まあ万年 S と違ってですね、まあ、いろんなインクがライトにこう、まあ、軽い感じで楽しめるっていうことで。まあいろいろある、まあ、僕のコレクションのインクがですね、まあ、軽く使えるのに1回で万年 S とか入れちゃうとですね、こう洗浄がちょっとめんどくさいんですよね。こういったつけペンはね、すぐさっともう水で洗い流すだけでインクがあって取れるので、そういった面ではちょっともうインク遊びにも楽しいペンですし、おすすめです。まあ、今後ねこのペン使ってですね、あとインクの紹介なんかやってみたいなと思います。あんまりねこう文字を取る、もう書くシーンっていうのはね、撮るの難しいんですね、ちょっと。なので、まあ、まあ、試行錯誤が必要なんですけど、ちょっと挑戦してみようかなと思ってます。それではね、筆記見聞録、これにて終わりたいと思います。まあ、今回はね、ちょっと出先でたまたま出会ったペンの紹介っていう、まあ、ちょっとね、今までと違ったイレギュラーな回でしたけど、いかがでしたでしょうか。まあ、今後もね、このペン多分出ると思うので、まあ、ちょっと楽しみにしておいてください。それでは本当に終わります。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。